もしかして俺の誕生日祝いに来た？ナイスタイミング。今バスケ部の朝練が終わったとこ。部活の奴らにもおめでとうって言われたぜ。ジャミル先輩は会ってすぐ声かけてくれて、あとフロイド先輩も珍しく普通に祝ってくれた。機嫌がいいタイミングで助かった。ああそうだ、昼休みに購買でも行こうぜ。あ、何身構えてんの？は？別におごれなんて一言も言ってねえし。じゃ、また後でな。